はい、ポケットモンスター X 実況プレイのパート28です。やっていきましょう。なんだっけと今いるかな、こちらのクノエシティということで、早速ですがクノエジムにね挑戦していきたいと思います。ただね、ちょっとこちらの、メンバーのほとんどがドラゴンタイプということでですね、タイプ相性的には非常に悪いという状況です。まあ、やれるだけやってみましょう。まあ、ジムリーダーはとりあえず、他のメンバーに任せてね、まあ無理させない程度に戦わせていこうかなと。ジムどこですか？ここが。ボール工場？違うね。あれ？あ、これか。ああ。クノエシティジム。いや、戦っていこう。経験値欲しいし。なんかおしゃれに着飾ってるお姉ちゃんたちが勝負かけてくる感じね。ででんね。電気フェアリー。まあ、ぶっちゃけ相性は全然良くない。ただ一応ね、毒好き覚えてるんで、フェアリーは出てこなかった。よし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 。オッケー。経験値割と。マリルリ。結構耐久力あった気するな、こいつ。うわー、でも、半分持ってった。偉いぞ。よし。見ましょう。一回竜の前。いやー、フェアリー技飛んできたら怖えなー。よし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 。あ、でも甘える。それはそれでめんどくさい。攻撃力せっかく上げたやつが。いやー、そうだよね。ムーンフォース。これはまずい。耐えない。しょうがないな。鋼タイプの技とかもね、覚えてるやついないんでね。メロメロ。そう。厄介だぞこいつ。
穴を掘る。穴を掘るね。とりあえずいいかな。頑張れ。おしゃだ。途中有効打持ってるの何気にガバイトだけなんだよね。他のやつにも毒好き覚えさせればいいかな。てか覚えるかな。あ、一応覚えるんだ。鋼技がないからな。どうしよう。言うてもね、どっちかっていうとうちのルカリオ殴りに特化しているので波動弾がかえって微妙な感じもしないでもないけど、まあどう、これボンラッシュいいか。地面タイプ使えるやつはとりあえずガバイといるし。よし、これで道中ルカリオ。鋼のタイプも入ってるしね。絶対強いでしょ。戦おうぜ。クレッピー。早めに積んでおこう。封印。何を封印したんだ。あ、そっか、鋼か。いて、そうか、クレッピーおのんとに最悪じゃん。キルリア、キルリア、いや、お前行こう。よし、グランブル。好き。月光が本当に戦わせてないな。ペロリーム。何されんだろう。体力あんまないな。あー、耐えたか。これは耐えない。まあでもそんなに回復されないでしょう。経験値もったいないから回復しておこう。
で毒づき。よしよし。では。では、初手はリザードン頼んだな。あら、トレーナーさん。ヒュンヒュンワープしながらここまで来はったんね。ほな、始めましょうか。うちマーシュ、使うんはフェアリータイプ。うちのポケモンたち、ふんわりはんなり強いんよ。だって。さて。物理硬いのは分かってんだけど、で、しかも相手フェアリーでしょ？いろいろ辛いのは分かってんだけど、攻撃力上げていこう。うわー、さすが。さすがだよ。安心して見てられるね。たまには頼むぜ。弱点つけるとかではないけど、水手裏剣かな。バリアだ、物理には弱いはずだ。リフレクター、物理に強くなっちゃった。じゃあ何塗り。いろいろあるんだぜ。はいはい。じゃあ最後はルカリを頼んだ。もうどっちが俺の相棒かわかんねえな。っていうぐらいルカリオを使ってる気がする。毒好きで落とせい。あ、さすがに硬えな。これで攻撃力を下げられてしまう。硬いな。いや、また下げられる。よし、当たりね。うわ、落ちたか。しかも急所かよ。いや、結構から出したらいられんな。うわ、そう来たか。あ、だいぶ持てた。一旦逃げる。よっしゃー。
とルカリオ気にしてる余裕がなかった。おのんど竜の波動か。おのんど竜の波動いらねえな。あんな、明日晴れやったらそれだけで笑顔になれるのにね。はい。とりあえず、このエジムにも勝利。ほんまお見事やわ。ほなこれ、フェアリーバッチいますね。ほんま綺麗なバッチ。ああ、缶に見とれてて渡すの忘れてた。はい、ありがとうございます。ほい。そう、フェアリーバッチな。お友達と交換したポケモンでもレベル80までなら仲良しさんになれるんよ。あとこれ、この技マシン。うちからの贈り物やさかい大事に使おうとな。はい。マジカルシャイン。ああ、どないしよう。その技マシンやけど、どんな技か忘れてん。堪忍してな。うちのファッションちょっと不思議やろ。うん。ポケモンになりとって自分でデザインしとるんよ。何をモチーフにしてんの？でもね、ポケモンと気持ちが重なり合うのって、ポケモン勝負で追い込まれた時なんよ。あれって一体何やろね。あ、え？うん、なんでもないんよ。不思議ちゃんですね。はい。マジカル社員はおそらく手持ちのポケモンを覚えるやついないんで、残念ながら。ナベちゃん、この前ポケモン先生行かしてくんね。お、フェアリーバッジキラキラして可愛い。あのね、ボール工場見学するんだけど、あなたもおいでよ。ポケモン捕まえるボールに興味あります。言い換えれば興味津々です。元気で何より。とりあえずね、ポケモンセンター行く。よしか。あれ、入れてない、入れてない。よしよし、まあみんなよく頑張ってくれた。じゃあ引き続きポケモンの育成を進めてまいりましょう。コモル頑張るぞ。ちょっと回復アイテム買おう。じゃあそのボール工場とやらの見学に行ってみましょうか。なんか今あったな。何乗りか。あれ、ここか。ボール工場。ん？なんだ？なんかまた怪しいことになってんのか。あれ？今サナピョンとトロバッチ走っていかなかった？待ち合わせをしたのにどうしたっていうの？サナピョン、待て。フレアダン、どうなってるの？とりあえず追いかけないとね。フレアダン、何か起きてるのかも。今のうちに中を調べましょう。よっしゃ。なんか迷路っぽくなってる。モンスターボール。これはダウジングマシンの出番かな。
ケーいいね。ダークボールはいい。元気の塊ん？ここか。わっ、外の連中見張りもできないのかしら。申し訳ありませんが、ただいま見学できませんことよ。その赤いスーツ、フレアなんでしょ。いつからボール工場でアルバイトしてるの？な？フレア団をバカにしないでよ。行け、暗いな。ここは私が引き受ける。あなたは先に行って。おおお、いいね、セレナ。ん？私はフレア団の下っ端、名前はまだない。お前猫か何かか。ロクロック。なんかあったっけ？ロクロックって、俺いまいちこいつのタイプ覚えてないんだよね。これでいいのかな。こっちの攻撃力上がる代わりに混乱ってか。頑張れこもれ、頼むか。よっしゃ、外す。オッケー。失礼。オッケー。なんかね、毒なのは分かるんだけどね、格闘なんだか悪なのか曖昧になるんだよね。オッケーオッケー。はい、こっちは通れねえな。まあ戦っていきましょうか。暗いな。帰りきれ。おめえも威張るか。頑張った。火炎放射か。火炎放射もいいなぁ。ニトロチャージか、火炎放射か。どうしよう。いやぁ、威力全然違うんだけどな。火炎放射にするか。
あー、こっちか。お、解けた。オッケー。クイックボールだ。ちょっと嬉しい。めんどくせえな。わざわざ声かける。道塞がれても嫌だしね。どうして戦うことになるんだ、勝手には。こいつハック入ってなかったっけ。こっちの方が早い。あ、これ痛いぞ。あ、そうだなった。よし、暗いな。いや、さすがに怖えよ。お前それ本当にいいと思ってんのか。あ、耐えた。やる。はい。よっしゃ。じゃあ、とりあえず今回はここまでにしておきましょう。さてね、クノエのボール工場で、また、悪さを企んでいる、福島フレア団の連中ね。次回こいつらを、徹底的に成敗していきたいと思います。では、ポケットモンスター X 実況プレイのパート28、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまでにいけるな。